競泳ジムのグッシー・ナザロフは1966年8月の30日生まれですから、25歳です。ソビエトのキルギス共和国のカント州生まれ。日本デビューは昨年の2月の1日でした。1ラウンド KO で当たっております。さあ一方のアーニー・アレスナ、とにかくこの人はここまで、16戦して14勝 9KO2 つの引き分け、負けがありません。さあその白井さん、はい、第1ラウンドのアレスナの動きなんですが、はいはい、どのようにご覧になりましたか。この人もね、僕案外ですね、柔軟性があってですね、非常に目が良くてですね、打つパンチもなかなか強烈だと思いますね。まあ、この1ラウンドはちょっとですね、はい、劣りましたけどね、なかなか強いんじゃないですか。はい、さあそしてこの青コーナーのアレスナのコーナーには、まあ、昔白井さんが現役時代にグラブを交えたことがあります。東洋チャンピオンのね、はいはい、谷井寛歩、65歳トレーナーということで、あ、映ってますね。そうですね、昭和28年ですよ、はい、僕は3回目のね、防衛、ですね、その時にやったんですね。挑戦者として大苦戦しましたよ。高楽園球場で試合を行ったんですね。そうです、当時野球場でやってましたからね、はい、雨が降ってですね、もう下がキャンパスが滑ってね、もう本当に苦労しましたですね、はい、はい、もう久しぶりですよ。まあ、日本に来たのも実に30年ぶりということで、あ、そういうことで、今日はこの試合の前にファンの皆さんにちょっとお披露目がありました、紹介がありました。さあその谷井寛歩トレーナーが見ているこのアレスナ、具志堅さんはこのアレスナ、はい、どのような形のボクシングにこうご覧になってますか。なかなかやっぱりしっかりしたね、基本の生きてるボクサーですね、はい、それとやっぱりすごいガッツがありますね、やっぱり打たれたら打ち返すっていうね、はい、ファイトをやっぱり持ってますね。あーと、当たりました。両方今ね、打って打たれね、すごいパンチでしたよ。なかなかいい攻防です。右のストレート、ちょっと怖い、右のボディーブロー。アレスナの右のストレートも強いでしょ。ああ、右のフック、これはいい試合ですね、やはりナダロフにとりましても今日はだいぶ手応えのある選手のようですね。アレスナはね、打つこととね、それから防御もちゃんとね、心得てますからね、はい。まあ、カンポトレーナーも本当に目がいい選手だと白井さんが先ほどおっしゃってましたがね、はいはい、そういった表現を使ってました。はい、おー、いいパンチです。まあ、まだ19歳という、まあ、これからという、ね、選手ですから、はい、これは良くなりますね、はい、非常に反射神経がいいですね。したがってファンの皆さんもこのフィリピンのアーニー・アレスナ、まあ、この名前はちょっと今後覚えておいていい名前みたいです ね、 いいパンチ打ちますよ。あーと、はい、これはいい、あ、これいいパンチが当たりました。いいパンチでしたね。ナザロフです。これは強烈だった。コンビネーションは良かったですよ。はい、ヘリフク、あ、もうちょっと目離せませんね。ボディから連打、ボディブロー、強烈です。ナザロフ、しかしパンチ速いですね、ナザロフのパンチはですね、はい、まあ、いいタイミングで打ちますね、しかも連打、パンチがまとまって出ています。連打がいいんですよね、はい、コンビネーションが。いや、これは本当にいい試合です。お互いの選手がいい選手だから、ね、そうですね、これからの好ファイトをますます期待できそうです、はい、ここで第2ラウンドが終わりました。さて今ナザロフのコーナーが映りましたが、それでは第2ラウンド、なかなかいいナザロフの攻撃がありました。パンチが伸び、ボディあるいは顔面へ、そしてその後は連打になりました。ナザロフかなりチャンスをこう広げて、この次のラウンド第3ラウンドに結びつけることになりそうです。右側ナザロフ、左側フィリピンからやってまいりましたアレスナです。ロープに詰めてこういったシーンをご覧いただきました。ライト級の10回戦です。グッシーナザロフ対アーニーアレスナの一戦です。第2ラウンドまではナザロフが、まあ、白井さんの採点では有利で、これから第3ラウンドが行われようとしています。まあ、このナザロフは、この競泳ジムではソビエトからやってまいりました、同じく、まあ、フライ級のチャンピオンのユーリ・エビハラ、それから一階級上のジュニアウェルター級のチャンピオンのスラフ・ヤノフスキーと昨年の2月にやってまいりまして、デビューして、これがですね、5戦目にしまして、まあ、日本チャンピオンの座に輝いておりますが、今日が8戦目。さあだいぶ白井さん、前のラウンドはナザロフが大きなこうチャンス、あるいはきっかけみたいなのを掴んだみたいな気がしますが、 そうですね、それとね、まあ、さっき言ったように一発当たるとね、コンビネーションがまたいいですね。はい、はい、具志堅さん、はい、このラウンドはナザロフとしてはどのような形の攻撃で
だいぶ前のランダーパンチ当たりましたよね。そうね、やっぱりナゾルフはやっぱりこのリズムでしょうね、このあーこれ勝つ、まあ、ローブローって言ってますけどね、まあ、際どいいいところだったんですね、はい、ナゾルフはサスポーですからね、はい、うまくこの右から左ストレートとうまく使い分けてるんですよね、で入ってきたらカウンター、左のカウンターを使ったりですね、はい、まあ、こうやっぱりサスポーのうまさをやっぱり出してますね、自分それをこう発揮してるんだと、そうですね、いうことになりますか。このグッシー・ナザロフは本名はナザロフ・オルズベック・プレトビッチといいまして、まあ、このグッシーといいますのはこの放送席の具志堅用高さん の, そのリングネームから取ったということで、まあ、サウスポー、それから風貌もね、この具志堅さんに大変よく似ているということで注目されています。現在試合は第3ラウンド、どうでしょうか、アレスナの武器という点では白井さん何が一番怖そうですか。やはりですね、いきなり打つ右のストレートですね、これがカウンターになると怖いんじゃないかと思いますね、はい、打たれてもね、気が強いですからね、また打ち返す、このパンチがね怖いですね、はい、まあ、カンポトレーナーは角度のなかなかいいそのパンチを打つんだという話をしましたからね、はいはい、打ち方いいですよ、思い切り打ってるしね、腰から肩ですね、はい、これが非常によく回ってるし、当たると強いんでしょうね。ワンツーです、左ストレート、ちょっとこれは浅かったようです。もう一回意欲満々のナザロフ、左ストレート、ちょっとこれは流れました。しかしあれその当たり強いですね。ああなるほど、ね、すごくやっぱり踏ん張りがいいですね。今までの相手ですと意外とこれでひっくり返ってるシーンが入るわけですね、はい、あら本当に必要以上に頑張ってますね、はい、これまでのやっぱり来日のやっぱフィリピンの選手でやっぱり強いボクサーかなと思いますね。なるほどね、うん、はい、ここで第3ラウンドが終わっています。さあここまで第2ラウンドが終了しています。画面に映っていますのはフィリピンの現在ライト級1位のアーニー・アレスナですが、それでは第3ラウンドをご覧いただきましょう。ナザロフが特に、この前のラウンドの前半はよく手を出しました。以上でございます。ボディあるいはその後相手をこう距離を測るようにしてパンチを出していますナザロフ。画面向かって右側、競泳ジムの日本ライト級チャンピオンのグッシー・ナザロフ、ここまで試合を優位に進めています。一方左側、日本初来日というフィリピンライト級1位のフィリピンのアーニー・アレスナの一戦、これから第4ラウンドに入ります。試合は10回戦で行われています。まあ、アレスナの場合には現在1位でその、チャンピオンの挑戦権をこう持っているそうなんですが、なかなかチャンピオンがアレスナが強いということでその挑戦に応じてくれないんだという話を、まあ、確かにね、してましたね、ファイトもあるしね、打たれ強いし、はい、打たれてもすぐまたね向かっていくあの投手ね、なかなかいいですね、はい、しかし、まあ、グッシーがね非常にうまいですよ、うん、運動神経がありますよ、はい、あの足といいね、今打ってるあの右ジャブストレートね、これなんかなかなかねもういいですね、はい。まあ、ここまで 7KO のうちすでにまあ4ラウンドまでには全部倒しているこのナザロフなんですが、その第4ラウンドに入っています。この試合ボディーブロー、 いいやですね、ボディーブロー入りましたね、はい、しかしなかなか向こう気が強いですね、アレスナってのは本当にすごいですよ、ストレートカウントような感じのような感じでパンチが当たりました。本当にね向かい打ってますからね、まあ武士にすればね、一番強敵じゃないですか今までは。そうですね、さあ具志堅さん、はい、ナザロフのパンチだいぶ打ってますけども、まあ、アレスナのそのダメージというのはどうですか、だいぶ効いてる感じはありますか。まあ少しは効いてますけどね、はい、やっぱりナザロフもいいパンチ出してますよ、しかしやっぱりアレスナがですね、はい、耐えてるわけなんですよね、
で時々右のストレートいいの出すわけなんですよね、はい、なかなかいいストレート持ってますね。やはりこれをまともにもらうとちょっとナザロフとしても要注意と言いましょうか。そうですね、ちょっとボテ行きたんじゃないですかね、はい、パンチが長い流れました。左ストレート、これでグッシーがですね、後半打たれ疲れてくると危ないですね、しかしアレスナはロープを背にしてあまり足を使ってこなくなってますね。足はあんまり使わないですね。ストレート、まあ、聞いたでしょ今の話は、はい、顔面もろに打ったボディです。あー聞いた、ボディ聞いた、ダウンです。ナザロフこの試合初めてのダウンを奪いました。左2発ボディですがどうか、ちょっとあーっと立てない、立てません、ノックアウト。グッシーナザロフデビュー以来8戦8勝 8KO、 最後はうずくまってしまいました。さあそれではもう一回その KO シーンをご覧いただきましょう。まあ、結果的にはなかなか素晴らしい攻撃を耐えていたんですがね、白井さん。そうですね、はい、まあ、本当に耐えていたんですが今のパンチが効いたんでしょうね。強い。白井さんは今日のナザロフのボクシングはどのようにご覧になりました。いや実にね、いいボクシングしてるし、チャンスの時にですね、はい、コンビネーションで打つ、もう本当に、ね、素晴らしかったですね。なるほど、はい、はい、さあ具志堅さんいかがでしょうか。まあ、グッシーというねリングネームから、まあ、なんとなく具志堅さんも親近感があると思いますけど、やっぱりスピードですね、スピードとやっぱりこの冷静にボクシングを戦っているというところ素晴らしいですね。あ、なるほど。ということでグッシーナザロフがこれで KO 勝利を飾りまして見事な勝利を収めています。さて今晩行われました試合の結果はご覧の通りです。そして今月からこの番組ではですね、これまでの名勝負の数々をご覧いただくことになりました。今晩の第1回は思い出の名場面、具志堅用高さんの世界タイトル挑戦の懐かしのシーンです。